優秀してる。どんな気持ちの未来の中で君の好きなあの人を愛と愛してるよってずっと離さないでそばにいてよね。こんな日に君がいないと独りよがりな日々は続く。ただ愛している君を愛してる。こちらは誰が作ってくれたんですか？もちろん、今回のスウェイハウスの MV のイラストをすべて手掛けてくれたゆりのさんです。ありがとうございます。かわいいよね。最高だよ。
回やる？なあ、知らんねえ。4回目で泣ける。違うんだよ。ここで区切るからいいのに。お疲れ様でした。あれ急に来る。ここにいるって来た。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日監督さん。ありがとうございます。監督です。監督の湯野です。今日はどんなこだわりを考えて作りましたか。今日はですね、スウェイハウスっていう、はい、スイングの、はい、湯野の音楽から聞いて、後ろにリズムを取る。音楽の表現に対してどう映像でそれを表現するかっていうのを考えて、まあ紙芝居っていう今回コンセプトを考えました。それがこだわりです。で全部ワンカットなんで、渾身のワンカット、渾身のワンカットが撮れました。ちょっと失敗してるのも含めてそれもジョンソンコーガらしいですもんね。そうですね、そういう愛嬌っていうか、とってもいいようないい作品になったような気がします、ね。なんかすごいあったかい空気が、映像にも伝わってるんじゃないかなと思います。こんな真面目な感じで大丈夫？あ、いいっす。全然真面目にいいっすよ。最後に、はい、このミュージックビデオを見てどう感じてほしいとかありますか？リスナーさんに。そうですね、なんか生きてるというか辛いことめっちゃあるんですけど、はい、そういう、まあ、失敗とか苦い経験とかがあってもなんか次に進める人の強さがあるみたいな、こうちょっとメッセージを映像の中に入れられたかなと思って、そういうメッセージを受け取ってもらえたら嬉しいなと思います。なるほどです。じゃあ最後に一番のお気に入りポイントはありますか？お気に入りポイント、そのミュージックビデオで撮った、なんだろうな、なんだろう、どこだろう。あ、でも最後の集合っすかね。お、なるほど。みんなで作ってるんだぞっていうところ。この集まる瞬間いいっすか？あそこいいっすよね。井野さんめっちゃ走ってて。すみません、遅れて登場するから、ね。そうね、カメラ回しながら、 ね、 ね。終わった、なんだろう、感情も良かったっすよね。何も死んねえ。そうやそれ、取っちゃうから。なんで誰も死んねえ。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日はミュージックビデオ無事終わりました。お疲れ様です。今日一から始めて、デザイン印刷してね、印刷してからそう切ってね、そう一番時間かかったよね。そうね、結構準備に時間かかったね。あとワンテイクって難しさね。そう、もう編集したのはもう簡単で、もう撮り直しがいくらでも効くものをあえて、わめっちゃ似合うっすね、ワンテイクでちょっと失敗しても前に進むような曲のねかかってる。確かに確かに、いいこと言うね。山あり谷ありだけど進んでいこう。じゃあミュージックビデオの中で今回やってみてお気に入りのポイントとか。お気に入りのポイントは、いやでもちょっと被っちゃうけど、やっぱ最後のみんな弾いてってみんなで作り上げてるみたいな、なんか笑顔でなんか集合のやつが撮れたから、やっぱこのホーム感ね、ハウスおって感じ。確かにね、確かに家族みたいなもんね。そうもうじゃあ曲の中で好きなところとかお気に入りある？まあ全体的にリズムが好きなんだけど、メロディーがなんかすごい切なくて、なんかこのリズムでこのメロディーを乗せて、ギターもねいい味出してね。そう、歌詞もいいもんね。歌詞もそう、ジョンソン・コーが今まで結構歌詞に重きを置いてない曲が多かったけど、ね、そう歌詞もう俺は置いてるよ今回の方がやっぱちゃんとより深くね、深い、そうそうそう、流してるのかな最後に見てくれる人にミュージックビデオ、はい、なんかこういう風に見てほしいとか、なんかぜひありますか？あの1年の締めくくりにふさわしい、なんか季節を通して、うん、
ろんなことがあったなっていうのを振り返ってみてほしい。僕たちも一緒に進んでいこうっていうメッセージです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ゆっちゃんの今日のミュージックビデオで良かったところとか、お気に入りポイントある？お気に入りポイント、クモ。クモやったもん、めっちゃね。クモいっぱい やったもん。クモいっぱいやった。クモと、あと、太陽。太陽、自然をめっちゃ表現した。今日大事だからね。雰囲気作ったもん、ね、雰囲気作った。クモのリアルな動きを再現しました。そこに注目して、そこに注目していただけるといいのではないかと思っております。じゃあドラムのプレイメント式な。ドラムのプレイはもう超シンプルなビート。ビート。ビートがもう肝になってる曲です。もうビートを聴いてればもう勝手に。お。勝手にビート。スウェイしょ。スウェイ。スウェイ。ありがとうございました。ありがとうございました。もういいよ。え、じゃあライガーさ、これ見てどう思った？見て、さっきは見て、なんか真面目に考えてるんだなって。俺たち次元だな。尊敬した。ちょっとね、ちょっと。今度ライガーバージョンを見たいかも。よろしく。何が危険だ。おめえらは。あ、じゃあ今日のさ、スウェイハウスのおすすめポイント、調子ポイント、調子ポイント。調子ポイント。ライガーくんの。俺調子ポイントはね、俺と高いつづりやった車、人数減ってくゾーンがある、うん、そこのコンビネーションあれの気合の入り方も見どころ。やばい、あれやばかった、あれやばかった。練習段階からなんかちょっと俺つづりと付き合えるのかもってぐらい。まああったね。まあ、違いない。そこから。なるほど、そこ注目して。あれはつづりと俺で下からやってるから、縁の下の知らんもちとはこのことだってことをお前らに分からしてやろうかなっていうわけでやってみたんだけど、どう？いやでもこれはもう完全に俺のギターソロ。いいね。うん、でも自分大好きって言ってるから。いいよね。いいソロ弾く。いいソロ弾いたなと思うし、いや俺のフレーズはもう全部いい。うん、もちろんいいフレーズでしたわ。我ながら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は楽しかったね。楽しかったね。うん、はいはい。今日ジャケットもね、今回ね、そうです、してて今回も、今回もね、今回もジャケットを撮らせていただきました。じゃあスウェイ、スウェイ、スウェイです。相手のスウェイだもんね。そう、相手スウェイだけです。まあ、あんまりなんかこう説明するのも野暮だけど、はい、まあ、今回スウェイハウス、うん、曲を、まあ、前に聞かせてもらって、うん、まあ、自分が感じたことがなんかこうスープみたいな感じだなって思って、うん、曲の全体のこうコンセプトが、それで器がハウスで、うん、中にあったかいスープ、冷めちゃっても美味しいスープみたいな温かさがあるっていうのにスウェイ、マカロニアルファベットでスウェイを浮かべて撮りました。なるほどです、はい、以上です。以上です。もう他ないです。もういいの？他ないの？いいの？他ないです。ないの？そのジャケットを通してさ、感じてほしいとかなんか何もないの？欲しい。まあ、こだわりはまあ結構いろいろ詰めてはいるんですけど、うん、まあいろんな解釈をしてほしい、うん、このまあ聴いてる時にあんまりジャケットを見ることはないだろうけど、うん、まあ曲が結構深い曲だなって俺は思ってて、うん、そこを何かこう一緒できた写真になったのかなっていう。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日は、なんか俺だけ質問せいじゃないの？じゃあミュージックビデオ撮って、うん、今日のお気に入りとかある？お気に入りのポイントはやっぱり、
風俺が飛ばされてるところを、うん、すごいいい感じにやって褒めてもらったんで上手だったよね、全体的に。ほんとやっぱ、やっぱね、違う、ボーカルはまあね、やっぱ俳優これからやってると思うありがとうございます。ありがとうございます。そこですね、はい、見てもらえて。じゃあ曲のこだわりは、曲のこだわりはやっぱりビートと、でもまあ全体的に、うん、あの今までの俺らとはちょっと違う、ね、曲な感じになったし、うん、だからまあ聴いただけであちょっと違う雰囲気だなっていう感じてもらえたら一番いいのかな。新しいジョンソンの表情というかね、なんかね、そうこういうところもあんだよ、こういう一面もあんだよみたいな。これちょっと触れてよ、これ。あ、それなんですか。え、これですか。これはですね、はい、開けないの。開けていいの。いいの、これ、うん、新グッズです。お、ドゥドゥン。なんか見たことあるシーンだった。ね。ね。かわいいよね。ちょっと。かわいい。寄ってる？これ。寄ってる。かわいいでしょ。かわいい。これもねありまして、裏が、はい、まさかの。まさかの。デデン。デデン。ミュージックビデオのねあのね名シーン。名シーンなんです。名シーン。あの一番可愛いシーンです。一番可愛いシーンと言っても過言ではない。このみんなが車に乗ってるシーンの、うん、デザインが乗った T シャツが、はい、なんと発売されます。お、新グッズとして。スウェイホーム T シャツ。そう、あ、来てる来てる来てる。お、来た。シーンで慣れるから。お疲れ様です。お疲れ様です。無事無事無事やったじゃん、来たじゃん、めっちゃ。まあね、そうだよね。1から1から嫌だな。大変なことがあって、はい、1つね、作品が出来上がるんだ、はい、改めて感じたっす。翼も大活躍。でも何もしないよ、ただ髪引いただけで。じゃあ髪引くタイミング、タイミングさ、うん、2回目ぐらいでも完璧になった早い。でもあれ、戻すの難しい。ああそうだ、なんか使い回しがあったからね。みんなでそのさ、手作業を全部自分でね、作り上げた感はあるよね、手作り感っていうかね、より、うんうん、達成感すごいもんね。完成は楽しみでね。楽しみだね。ちょっと早くいろんな人に見てもらいたいね。じゃあ今回の撮影の中で、うん、一番お気に入りのポイントあります？ミュージックビデオの中で。カットだからこそ、その生まれたハプニングだったんですよ、うん、なんかそういうのをミュージックビデオにするっていうのが、うん、そこに詰まってる気がしてて、うん、中でも、そう、あの定石、あ、定石腕になんかびっくりマークで、あー、あったね、あれつけて、ふんばって出すっていうやつで、うん、あの、パッて落ちちゃう確かにね。あれ横で見てても、いいなこれ。楽しいよね。うん。なんかそれも含めてこう俺ららしさが、うん、俺らにしかできない、ね、気もするしね。確かに。じゃあ曲としてお気に入りのポイントか、聴いてほしい一押しポイントありますか。これはね、あのラスサビの2周目。2周目。うん。ほうほうほう。なんかね。終始サクッとくる曲だな。未だに何回聴いても思うんだけど、何回聴いてもやっぱラッサビの2周目でなんか鳥肌立つ。まあみんなを、うん、これ初めマジで
同じ共感してくれる人がいたら握手しましょう。握手。握手してください。ギターソロもあるじゃん。あ、そうね。ライガーとか。そう。ね。あそこの見どころだよね。そうだね。なんか曲としても重要な部分になってるかもしれない。なんかあのソロがあるからこそよりなんかラスサビのね、その、よりグッとくるような。そうね。個人的な感じます。そういう風になってできたかなと思う。最後にスウェーハースを聞いてなんか感じてほしいこととかリスナーに向けてありますか？そうだね、止まない雨はない。お、つか日は昇ると、どうじゃないかな。お疲れ様でした。